元気かな？今回はドラクエタクトのプリムを熱く語りながら折り紙手順をアップしていくよ。ということで、ドラゴンクエストタクトに登場するホイミスライム、プリムの魅力を熱く語りながら折り紙で折っていくよ。プリムは神父のホイミスライムで、主人公やスラクトたちの冒険についてくるようになるのだが、同行ではなくあくまで少し後ろをついていくというスタンスだと本人は語っているよ。チャンネル登録よろしくお願いします。傷ついた魔物を回復してあげる優しいホイミスライムだが、すぐに1000ゴールドですなどお金を請求する癖があり、主人公たちが倒した魔物たちを回復させてお金を稼ぐという新しい商売をしていたよ。それによってわざと傷つけた魔物を回復させてゴールドをいただく作業をしていると誤解をした魔物たちに襲撃に遭うのだが、凶暴化した魔物を正気にさせて傷を癒していたと、なんとか誤解を解いたよ。なぜそこまでお金稼ぎに執着しているのかというと、実は親を失った子供モンスターたちを養う孤児院をしており、そのために必要なゴールドを稼いでいるという感動ストーリーだった。孤児院の子供モンスターたちからはかなり慕われていて、まるでやり方は間違えてしまっていたが、孤児院の子供のためにお金を稼いでいたドラクエ11のハンフリーみたいで、すっごくかっこいいホイミスライムと、プリムについて熱く魅力を解説していたら、ついに折り紙プリムの完成。さあ、自分だけのプリム作れたかな？これでドラクエタクトのキャラクターを3体作ってね。これからも折り紙ドラクエキャラをどんどん作ってアップしていくので、一緒にドラクエ折り紙作って楽しめたら嬉しいな。チャンネル登録、いいね、コメントいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。素敵なドラクエライフを。